はいどうも、カフェテランゴの茅沼です。こんにちは。今日も元気におすすめセット紹介していきたいね。まずはコーヒー。美味しいですね。これはね、コスタリカのラ・ロマのナチュラルだね。これ美味しい。ではね、コーヒー飲んでから行ってみたいと思います。今月の豆はコスタリカのドンマヨマイクロミルのラ・ロマ農園。品種はね、レッドカツアイ種で、フリーウォッシュとで精製したものとナチュラルで精製したものの飲み比べです。フリーウォッシュとはね、中米では最もポピュラーな精製方法で、ミューシレージを取り除いて乾燥させて、で脱穀して製品に仕上げると、ね、お水を使ってミューシレージを取り除くパターンが、伝統的なんですけれども、今のコスタリカというのはね、環境基準が厳しいので1日に使えるお水の量が決まってます。なのであんまり発酵素を使った、お水を大量に使うフリーウォッシュとはやってません。大体がミューシレージリムーバーというね、機械を使って、ミューシレージを取り除きます。果肉とかミューシレージのね、風味が、カップにあまり出ないので、土地の風味がダイレクトにカップに出るというのがフリーウォッシュとの特徴です。スタッフ石橋の試飲コメント。キャラメル、ミルクチョコ、オレンジ、メープル、キューカンバー。スタッフ山際の試飲コメントは、肝臓、ホチクサ、プルーン、黒糖とね、チョコとか、キャラメルとかちょっと黒糖とかね、そういう濃厚な感じになってますね。2番目のナチュラル、これはね、摘み取ったコーヒーチェリーをそのまま乾燥させて、乾いたら脱穀するというね、シンプルなんですけれども、ちょっと干すのにね、時間がかかったり、あとはちょっと発酵しないようにね、あんまり発酵しないようにかき混ぜたりと、少し手間がかかります、そっちの方ではね。ただこれは、フリーウォッシュとは全く別のフレーバーが出ます。スタッフ石橋の試飲コメントは、レーズン、ティーローズ、グレープ、カシス、ハニード、ラウンドマウスフィル。スタッフ山際の試飲コメント、いちごジャム、ブドウジュース、レッドアップル、アプリコットとね、こっちは、フリーウォッシュに比べてフルーツてんこ盛りみたいな感じですね。まあ甘い感じのフレーバーが多いです。さてコーヒーも入れ終わったようです、ね、これはねナチュラルなので、もうねお湯かけた時からいい匂いがしますね。それでは、今月のおすすめセット、皆様のご注文お待ちしております。カフェテナンゴ茅沼でした。バイバイ。